どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、太一&アグモン使って、新境地を破壊していくんですが、今日紹介する編成、めちゃくちゃおもろい編成になってます。早速編成の方も紹介していくんですが、編成難易度は壊滅級な代わりに、組めると多分これ、マジで最強クラスに強い編成になってます。やってることやばいんで、紹介していきますね。編成こんな感じです。はい。まずまあ、太一がね、39ターンのスキルブースト4つ持ちで変身できるんですけど、4ターンで自分の攻撃力2倍、上限300億解放、シールド破壊6解除、火光回復を9個ずつ生成が4ターンで使えるんですね。つまりこれって、4ターンに1回使えるんですけど、今回太一を2枚積んでるんで、2ターンに1回使えるんですよ。リダフレ太一なんでね。2ターンに1回使えますと。で、オメガモンももちろんこれね、3体をループで使っていくんですが、オメガモンって2ターンに1回生成してくれるんですね。400億解放生成してくれるんですね。つまりオメガモン1段階目600億解放の時は太一を合わせてあげて900億解放で生成もして破壊していくで、オメガモンの2段階目の時は普通にもうオメガモン1200億の火力で破壊していく。いやもう終わりっすよこれ。こんなんもう強すぎてバグなんで、今日はですね、もうこの最強すぎる太一編成を使って、新境地の方を破壊していこうと思います。もう一度言いますが、編成難易度は壊滅級です。早速編成紹介していきましょう。リーダー太一です。熟成属性吸収闇軽減プラスに、ウルフデイトナブキ継承です。からの、シュナですね。回復泥強、回復強化散達闇軽減に、こちら、イシスネフティス武器継承です。はい。で、オメガモン。オメガモンは超覚醒、スキルブーストプラス、属性吸収、HP 強化プラスに、アークベルザ継承してあげて、オメガモン、回復エルジー、属性吸収、HP 強化プラスに、無一郎継承です。で、からのオメガモン、回復エルジー、属性吸収、HP 強化に、アークベルザ継承してあげて、ラスト、太一です。熟成属性吸収、悪魔キラーに、奈良畑姫武器継承です。オメガモン太一ループなんですが、回復エルジーを組むと、10階層以降なら実質 HP 1000万超えます。終わりです。強すぎです。破壊していきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。オメガモンの上3枚使ってあげて、太一2枚使います。オメガモン使って1コンボ組みましょう。そしたらオメガモン2段階目使ってあげて、何やこの陣マジで。はい、これで倒していきましょう。すごくない？これ落ち込んで火と光降ってきたんだけど、まあ、本来は普通にダメージ無効で一発受けてあげて、さあこれで倒していきましょう。突破です。 OK、 もうこんな感じでオメガモン火力で破壊していきます。さあ2階層です。2階層はイシスネフティス使ってあげて、2ターンヘイスト覚醒無効回復してあげてから、オメガモンと太一使っていきます。ちょっと口内炎痛すぎて喋る気力がないんだけど、はい、これで殴っていきましょう。トゲはもう触りまくって大丈夫です。はい、こんな感じでどんだけ触っても大丈夫なんで、回復音消しさえちゃんと組んどいてあげればしっかりと回復できますんでね。はい、トゲ触りまくって大丈夫です。無視して大丈夫、回復音消しは組んでね。さあこれでワンパンしていきましょう。突破です。さあ続きまして、3階層です。3階層、闇や盤面9コンボ組む必要があるんで外れです。で、火は2パンもしくは回復エール組んでワンパンですね。はい、オメガモン2体目使ってあげて、オメガモン使ってあげて殴っていきましょう。さあこれで回復エルジ含みながらワンパンしていきましょう。回復エルジ組んであげるとワンパンできるので、はい、こんな感じで破壊していきます。突破していきましょう。まあ別に2パンでもいいんでね、ただ回復エルジ組むとワンパンできます。さあ4階層です。オメガモン使ってあげて、回復エルジ含みながらワンパンしていきます。はい、オメガモン使いましょう。さあこれで回復エルジ含みながら2ウェイ組んであげて11コンボです。さあこのままワンパンで破壊していきましょう。残るんかい。残ったらもうこの盤面で倒していきます。はい、
ッケー、これで突破していきましょう。あ、なるほどね、俺光の杖ミスってんのか。まあでもこれで倒していきます。はい、2パンしていきましょう。突破です。オッケー、突破します。さあ続きまして5階層です。5階層は太一使ってオメガモン使って殴っていきましょう。どっちでもいいんで太一使います。はい、で太一からのオメガモン使って回復エルジュプラス海峡下士確定盤面で組めるんで半分まで削っていきましょう。これめっちゃいいんですよね、確定盤面なんで絶対に組めるんで。はい、これで回復エルジュプラス海峡下士殴っていきます。でまあ熟成1段階目も発動してるんで耐久値もめちゃめちゃ硬いですね。はい、オメガモンとあとは八神太一の熟成2個がね発動してますので、で合計熟成7個分かな入ってるんでめっちゃ硬くなってます。はい、でオメガモン使ってから倒していきましょう。ここももちろんネスで攻撃受けれますので、でこのまましっかりと殴っていきます。海峡下士組んであげて突破していきましょう。いや、めっちゃ良くないですかオメガモン、マジでね、耐久値硬すぎるんでね。さあ続きまして6階層です。6階層はシュナからのオメガモン使って太一使ってワンパンしていきます。もうこっからは一生オメガモンの2段階目と次のターン太一使ってっていう感じでループしていきます。はい、なんでここはオメガモン1段階目なんで太一使ってあげてウェイ組んでいきましょう。さあこれでしっかりと2ウェイ組みながら破壊していきます。13コンボです。さあこれでしっかりと削っていきましょう。もうこれでね、太一のね300億上限解放とオメガモンの200億上限解放入りますので確実に倒してあげて、7階層はオメガモンの400億上限解放で破壊していくのと、さらにサブのもう1体のオメガモンも使います。はい、でこれでダブル上限解放してあげて破壊していきます。さあこれで海峡下士含みながらワンパンしていきましょう。12コンボです。13、14。さあこれで一撃でオメガモンの火力で破壊していきます。余裕のワンパンです。もうぶっ壊していきましょう。さあ続きまして8階層です。8階層は太一使ってあげて超根性まで削っていきます。はい、太一使いましょう。これでシールドぶっ壊してから太一の力で超根性まで削ります。さあこれで一発殴っていきましょう。盤面10コンボで一発削りますからの1コンボ2回組みましょう。はい、1コンボ2回組んであげてトゲドロップ消していきます。はい、でなおかつオメガモンのスキルダメしていきましょう。さっき2枚使ってるんでね、スキルダメします。まずは1コンボ、もう一発1コンボ、そしたらオメガモン使ってあげて倒していきましょう。もうこれで大丈夫ですね。はい、しっかりと10コンボ組んであげてこのままのウェイの火力で破壊していきます。倒していきましょう。でまあ毒に関しても海峡下士があるんで全く問題ないですね。はい、もう回復力えぐいんで。で9階層です。シュナからの太一使ってあげてオメガモン使って超根性まで削っていきましょう。シュナ使います。太一使います。でからのオメガモン使ってあげて超根性まで削っていきます。はい、これで殴りましょう。闇ダメージ無効が入ってますので闇ダメージ無効でしっかりと削れます。あーごめん、しっかりと耐久できます。はい、シュナの闇ダメージ無効でしっかり耐久です。はい、ここはね熟成発動前なんでシュナで受けてあげてこのままオメガモンで破壊していきましょう。で何回も言いますけど皆さん熟成の数やばいですよねこの編成。ということで次の10階層からこの編成覚醒します。ちょ見ててくれ。はい、13コンボで破壊してあげて、ということで続きまして10階層ですね。はい、ここで熟成7個全発動、77万 HP まで増えます。えぐい。でこれアシスト無効状態でこれなんでアシスト無効返ってきたら皆さんこうなります。ということで、はい、こちら117万 HP、 うん、リダフレ 65%65% 軽減でこれってやばいだろマジで。バグってますね本当に。あ、おい、ちょ頑張って気合で抜け。
いけるだろ絶対。オメガモンならいける普通に。ナイスおー、こいつのルーレットほんまキモいなマジで。でオメガモン使って倒していきましょう。指現象だけね注意しながら破壊していきます。あ、2秒しかないの、危な。全然指現象のあれ見てなかったわ。2秒なんだ。はい、これでしっかりと2パンで倒し切っていきましょう。突破です。 OK。 さあ続きまして11階層です。11階層はオメガモン使ってあげて殴っていきます。はい、まずはオメガモン使ってあげて、リーダー太一使ってあげてシールド2枚破壊していきます。はい、でからの1コンボ組みましょう。おい、いらんって落ち込ん。おい、何が起こってるマジで。まあ、オメガモン使いましょう。で1コンボ組みます。別にいいけど、いいけどさ、いいけどいらんな。はい、そしたらオメガモン使ってあげてリーダー太一使います。はい、で本体ワンパンしていきましょう。ちゃんと回復含みながら殴っていきます。 OK、 これで回復恩返し入れまくってあげて HP 全回復しながら破壊していきます。さあ13コンボでぶっ潰していきましょう。ということでラストボス回答です。ここまでなんと初使用で10分ですか、強いですね。さあということで続きましてボス2ですね。はい、ボス2に関してはオメガモンの2段階目と1段階目同時使用してあげて回復恩返しを含みながら超根性まで削っていきます。はい、オメガモン使いましょう。ちゃんと回復恩返し組んであげて、これで殴っていきましょう。で回避ケールじゃなくて大丈夫です、こいつの発狂は。しっかりとこれで回避恩返し含んであげて一撃で超根性まで持っていきましょう。ナイス。そしたら発狂しっかり受けていきます。フレンド太一からのオメガモン2枚使ってもうラストパズルですよこれで。さあ終わらしていきましょう。いきます。まあ、ということで今回ですねオメガモンを使って新境地をね破壊する動画でした。いかがでしょうか。あのオメガモン実際めちゃくちゃ強くて、しかも太一と合わせるとね、太一のシールド破壊とかも合わせながら熟成も発動しながらぶっ潰していけるんでね、めっちゃおすすめな編成になってます。片側部位破壊対応でねぶっ壊せますので、まあ、ぜひ組める人はねこちらの編成使って遊んでみてください。だいたいタイムは11分ぐらいの編成ですね。はい、でまあ部位破壊片側対応でクリアできますので、ぜひ組める人やってみてもらえればなと思います。ということでチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。